こんにちは。アマゾン室サポーター、堀リヒルです。アマゾン室のサポート内容をご紹介します。個別サポートの内容は、チャットサポート、これを回数の無制限で付けてます。そして、スカイプ相談を月2回、1回45分の予約制です。さらにサポートサ、サポートメルマガこちらを週3回、月曜、水曜、金曜日に配信しています。そして、サポートサイトはあります。 これらを使って初心者でも稼げるようにサポートしています。パソコン操作が苦手でも、英語ができなくても、転売経験がなくても、私のアドバイス通り実践すれば、半年で Amazon ビジネスで稼げるスキルが身につくサポートです。最近、10年以上前からメルマガや動画を見ていた人にサポートを入会していただきました。10年以上サポートを続けている人は滅多にいないので、 信頼できると思ったというのがサポートを受けようと思った大きな要因だそうです。非常に嬉しいです。私はきちんとしたサポートを提供しているので、12年間サポートを続けることができています。サポートをしていて思うのは、ほとんどの人はやるべきことをやらず、やりたいことをしているということ。そこで客観的に状況を判断して、やるべきことをアドバイスするのが私のサポートです。 同じ時間や労力を使っても、やるべきことに集中するだけで利益が増えます。その最重要ポイントは商品選び、相談方法、商品をどのように探すかアドバイスします。月額3万ドル売り上げたサポートの実例、あなたの近所のどの店に行けばよいかまでアドバイスします。 いくらで売ればよいか、売れなかったらいくらに値下げするかもサポートします。どんな初心者でもアドバイス通り実行すれば稼げるようにサポートしています。こちらね、チャットワークのやり取りです。そしてこうして見つけた商品ごとに、オーストラーアマゾンの URL、仕入れ価格、売れた商品の補充の場合は、上記の2項目にプラスして、販売するまでにかかった日数、FBA 在庫数、輸送中の個数を教えてください。 次に何個を納品すればよい,いかをアドバイスします。新規出品の場合は、ライバル状況、利益率を見て、仕入れの可否をアドバイスします。相談者の性格や資金内容、目標金額によってアドバイスは変わります。売れた商品の補充の場合は、ライバル状況、利益率を見て、何個仕入れるかをアドバイスします。こちらも相談者の性格や資金内容、目標金額、商品によってアドバイスは変わります。 ここまで丁寧に対応するサポートは他にありません。スカイプサポート、チャットワークサポート、質問回数無制限。もちろん、Amazon への登録は分かりやすくなるします。Amazon や購入者からの連絡もコピペだけで OK の手軽さでサポートします。時間管理やモチベーションの維持もアドバイスします。あなたが Amazon 室で稼ぐために役立つことは何でもサポートするフル個別サポートです。 日本に住んでるのに、アマゾン副業で稼がないのはオ損ゾンです。ここをクリックして、オーストラアマゾン輸出、サポート、無料スカイプ相談にお申し込みください。なお今、動画で見てる方は、動画のこちらをクリックできませんので、動画の説明欄にある URL をクリックして、無料スカイプ相談にお申し込みください。お待ちしてます。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫でした。